はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ガンゾーです。さあ、本日はもう7月18日の12時にこの動画が公開になっていると思うんですけども、この後、この今日のね、21時よりファイナルフェスが行われます。はい、そこでですね、私、いろんなツイッターのフォロワーの方だったり、動画のコメントとかで、あ、敵チームでしたとかっていうね、お声をいただいたりします。本当にありがたいことに。でもね、ごめんなさい。私は秩序を選びました。飯田派です、私は。もう、ディア先輩っていうね、ミステリーゾーンに名前を飯田がつけたわけですよ。そのさ、けなげさ。いや、この顔も見てください。飯田は姫の方を向いてるんですよ。いや、そんだけ、もう姫先輩のことをね、リスペクトして、してのこの、ね、別れている状況。そのね、飯田を、勝たせてやりたいと思うのが男じゃないですか。ね。だからもうそこは秩序選んだことは本当に申し訳ない。申し訳ないってことはないけど、一緒に遊びたいっていう方もね、いたと思うんですけど、その中で私は秩序を選んだということで、ね、そこはご理解いただければなというふうに思うんですけども、せっかくファイナルフェスなのに、そしたら4日間何にも交流を持たないで終わるじゃないか、ということになってしまうわけですよ。間接的でもいいから、なんか一緒にフェスを楽しんでる感が欲しい。というわけで、今回、サムネにある通り、挑戦者求むということで、ガンゾーチャレンジ2019ファイナルを開催したいと思います。こちらの挑戦者募集です。今ロビーに移動してまいりました。現在右上のところにね、調子ボツボツって出てるじゃないですか。で、ここに当日はフェスパワーが表示されますよね。7試合終わると、計測が終わると、7試合やると計測されて、フェスパワーが表示されますね。そのフェスパワーが 2019.7 に一番近くに近い方が勝ちというね、のがガンゾーチャレンジ2019。まではそうだったの。そうだったの。今までずっとやってきたんですけど、それまでそれでやってました。で、それって、別に景品も出ないし、ただの名誉。名誉ですよ。のためだけの勝負ではあった。では、今回、ファイナルだぞ。ガンゾーそれでいいのかというお声がある。わかりました。じゃあ、こうしよう。視聴者対ガンゾーで勝負しようじゃないかと。いうことですよ。ガンゾーチャレンジ2019ファイナルについては、このフェスパワーを勝負しようじゃないかというところです。 2019.7 にどっちが近づくことができるか、その瞬間をね、こうやってスクショ、こうやって撮影をして、で、ツイッターに投稿してほしいんですよ。で、その際にハッシュタグ、ガンゾーチャレンジ2019ファイナルつけてね、投稿してください。で、景品はね、出ません、正直言うと。出ないんですけど、決めました。私より、2019.7 に近い人数かける1時間。のライブ配信を2019年8月31日までに私がやるということをお約束いたします。はい。これね、結構なギャンブルです。ただし、条件つける。さて。ただし、それが私よりね、近い人が24人を超えた場合は、上限24時間とさせてください。そこはごめんなさい。ただ24時間ぶっ通してライブをやるということだけは、お約束しましょう。24人超えればね。
怖え。言ってしまったよ。いや正直これはものすごいギャンブルですよ。同じ正直に言おう、俺全然2000届かない可能性今回あると思ってます。というのはファイナルだから、今までちょっとスプラトゥーンから離れてた人もファイナルだからやろうみたいな感じで戻ってくるんだ。そういうのがあるので、正直難しいと思っている私は。これでね、混沌チームであろうと出場チームであろうと参加できる人の幅広がった。いや俺は基本的にわざと負けたりとかしてフェスパワーを下げることはしない。まあみんなもそれはしないでほしい。他のさ、フェスを素直に楽しんでる人たちに迷惑がかかるからそれはしないでほしいんだけど、いやでもね、俺はマジでガチで狙いくから、俺は 2019.7 取りに行けるとも思っている。いや、いい数字だと思うんだよ 2019.7 って。ちょうど狙えるか狙えないか、いい感じのとこだと思っているので、今回ガンゾーチャレンジ2019ファイナルと題しまして、ファイナルフェス遊んでいきたいなというふうに思います。ぜひとも、まあ、もちろん参加条件はあれですよ、言わずもがなですけど、私のチャンネル登録をしている人、それは絶対条件なんだ。ね、あのツイッターでさ来て、この人本当に俺の視聴者みたいな人いたら、ちょっとそれはカウント怪しくなるよ。少なくともだからなんかコメントちょうだい、その人。ライブ配信中でもいいし、これでもいいし、それとツイッターの名前がさ、だんだんわかるような、ちょうだいよ、本当に。本当に全然知らない人がさ、なんかもっと超有名な配信者とかにやられてさ、もうドーンとか言っても困るわけ。だから拡散もしなくていい、これは。この動画拡散するな、やめろやめろ。はい、というわけで、ファイナルフェス、皆さん楽しんでいきましょう。それでは、あと、数時間後にまたお会いいたしましょう。バイバイ。